みさこスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。今回も昨年7月に行ったタイ・バンコクの様子お届けしていきます。1ヶ月タイのバンコクに滞在しておりました。本当にいろんなものを食べたので、それをどんどんご紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介するのはカオソイ屋さんです。私はそうめんが大好きなので、ご飯ではなくそちらを注文しました。その他にも人気のドリンクもめちゃくちゃ美味しかったです。で、早速なんですが、バンコクには温泉があります。湯の森というんですが、サウナもあって、最上階がコワーキングスペースとしても使えたので、よく通っておりました。毎日外食だと疲れるので、時にはコンビニでお弁当を買って済ませることもありました。海外のコンビニのお弁当っていろいろあって、とっても面白いです。タイにフードコートたくさんあります。受付でチャージして注文して残ったら換金するっていうシステムです。でさらに余談なんですけど、ご飯を食べ過ぎてめっちゃ太ったっていう話をタイ人の人にしたら、セパタクローに誘われました。すごい難しいんで、ぜひ皆さんやってみてください。そしてこちらは卵焼きです。中にはね、ひき肉がぎっしり、もう卵もぎゅっぎゅで、私大好きなんですこれ。卵焼きっていうよりも卵揚げって感じですね。チリソースをかけて食べるととても美味しいです。看板もないお店なんですが、現地の人が入っているってことは美味しいっていうことだと私は認識してます。こちらもフードコートです。タイスキを食べました。タイのすき焼きですね。55バーツと安いです。ホテルの前の屋台は本当にお世話になりました。おかずは日替わりで全部で6種類ぐらい用意されているので、毎日通っても全然飽きなかったです。むしろワクワクしましたね。変わってこちらはショッピングモールセントラルワールドの中にあるご飯屋さんです。結構人気で少し時間待ちました。肉の麺のお店で麺も辛さも選べます。牛タンの煮込みを注文したんですが、すごく柔らかくて美味しかったです。その後はデザートを食べに行きました。ちょっと台湾っぽいデザートですよね。程よい甘さでとても美味しかったです。セントラルワールドは本当に飲食店が多いので、涼しいところでご飯を食べるにはおすすめです。はい、どんどん余談を挟みます。こちらプラチナムっていうところなんですけど、服とか雑貨がとにかくたくさん売ってて、広すぎるので1日じゃ回れないところです。すす、偶然見つけてしまったよ。偶然見つけてしまった。爆買いしてるっての聞いて、爆買いしてる。買い物で疲れたら立ち寄れるカフェっていうのも周りにたくさんあります。その場で好みに合わせて豆を挽いてくれるっていうコーヒー屋さんもあって、コーヒー好きな私としては本当に憩いの場でしたね。おしゃれカフェ多いんですよね、バンコク。ローストは甘いのがいい、ちょっと酸っぱいのがいいって言われたんで、酸っぱい方がブラックは好きだったんで、そっちにしました。チョコクロワッサン55バーツです。すごい小さい、あ、コインだ、きっとこれ。なるほどね。わー、すごい、いいカフェ、え、初めてね。もうこの日すごく食べたんですけど、このセントラルの中で締めにパンケーキをいただきました。185バーツでした。ふわふわの甘々で最高でした。そしてこちらは先ほどから何度も出てきている、いくらだったっけ、フードコートです。あれ60バーツかあるので、何日行っても60バーツです。そしてここは同期からお誘いを受けてコーヒーを飲みに行ってきました。トルココーヒーですよね。ホテルの中に併設されているんですけど、宿泊してなくてもここだけ利用することができます。好きなフレーバーを選んでお支払いして、そこから一杯ずつ作ってくれる形になります。ゆっくり作るので、もうこれ見てるだけでも癒されましたね。
回4人で行ったので全部フレーバー違うのにしたんですけど、もう香りも味も全部違って、他にも飲みたいなって思いながら過ごしていました。ここまた行きたいな。タイに1ヶ月いたのでたくさん食べたし、他にもたくさんいろいろ行きました。なかなか濃い1ヶ月だったんですが、どこか行った場所とか、まあ、パタヤとか行ってるんですけど、ルートがそこに関しては別の動画でお届けしたいなと思います。あ、ちなみにあのこれ船乗りません。でも乗り場を間違ったからです。だから何なんですかということで、今回の動画もそろそろおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。ちょっとでもタイに行きたいって思ってくれたら嬉しいな。それではまた、バイバーイ。